造船関係の研究や人材育成を目指す愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターの看板除幕式が3日、松山市文教町の愛媛大学工学部で行われました。センターは県の主要産業である造船業や海運業で活躍する専門的な人材の育成に向け6月に新設されました。工学部から兼任教員16人を配置し、造船・舶用企業との共同研究や工学部の3年生と4年生への専門教育などに取り組みます。除幕式では豊田博道センター長が地域の諸課題に貢献できる人材を育成していきたいと決意を述べ、大橋雄一学長らと看板を披露しました。大学生の人材、優秀な造船業に関する人材の輩出と、共同研究の受け皿として、やっていきたいというふうに考えています。専門教育は来年度の3年生から実施する予定で、社会人や地域の人材育成に向けた教育プログラムの提供も目指すということです。